もう忘年会で大忘年会やった後なんですけど、はい、忘年会と何がセットだと思います？新年会。まあ早いね、よくわかるね。新年会しかないですよ。ということで、はい、ライトヒア、はい、もう早速ですけど新年会やっちゃいます。ありがとうございます。早いですよ。もう大忘年会が30日だったんで、はい、もう2週間置かないぐらいですね、はい。まあ、1月8日今年からなんと2021年、はい、ライトヒア、みんなが待ち望んだと思うんですけど、はい、各月から、毎月にあります、はい、マンスリーでもうライトヒアが遊びに来れるっていうのをみんなもう発狂すると思うんですけど、ね、本当ね、もう自分でも思うんですけど、はい、すごいいい DJ パーティーだと思うんで、はい、ぜひとも皆さん遊びに来てください、はい。普段ね、やっぱこうクラブに来ない方とかもこれ来やすいパーティーになってるんで、はい、特に、外国籍の方だったり、はい、女性の方はエントランスフリーとなっているので、本当フラッと立ち寄るだけでも、はい、飲みに行く、お酒作っとこう飲むの、そうね、本当いっぱい飲みに行こうよとか、はい、全然いいです、皆さん遊びに来てください。DJ はデフロ君、俺、まこっちゃん、てっちゃん、ゆうすけ、この5人でね、今回は一発目、はい、ノーゲストというかね、レギュラーのこの5人でやろうと思います、はい、皆さんぜひとも遊びに来てください。はい、はい、今回ゆうすけさん何やるんですか？僕ですか？はい、あ、僕はもう新年祝いの舞ですね。あー、いいね、はい、じゃあ俺も新年祝いの DJ するわ。あ、お願いします。まあね、皆さん、楽しいパーティーとなっておりますんで、はい、ぜひとも遊びに来てください。まあね、いろんなところで、ね、大変な状況だと思うんですけど、はい、ライトヒアちゃんと、ね、みんな抗原検査もした上で、やってるんで、感染対策もしっかりやってますので、ぜひともよろしくお願いいたします。はい、ということでね、やっぱイベントとかね、みんなでルールとモラルとね、マナーを守ってしっかり楽しめればいいかなと思いますので、みんなでいいパーティーを作っていけたらなと思います。はい、それでは1月8日、ライトヒア、私はムーブスさんでやっておりますので、皆さんぜひとも遊びに来てください。はい、それではハローニューイヤー。